リサちゃんさっき聞いたらオノフ歴12年、そんな感じで。わー、超いいとこ。うん、ピタリやね。いきます。16番ホール、はい、打つ前からバンカーに入ったらと考えてもしょうがない。入ったら入った時に考えればいい。おお、ってことはバンカーの入る距離で打った方がいいってことじゃない？奥の方がダメだよみたいな。うんうん、バンカーなさそう、うん、あ、入ったら入ったときに変えよう。はい、うん、入んないよ。ナイス、はい、ピタリやね。左、カラー乗ってるとかな。振った後じゃなかったな。出てすぐ見た。すぐ見た。うん、ああ、なるほどね。ちょっと食われた。もう一個前か。入った。か。切られた。外していいと思うよ、カップ。全然。ナイス、バッチシ。あと連れてきてる自分がいる。後半にかけてあと一つしかないの。よいしょー、これはいい。でも早かったね、顔は。でも早かったね、顔は。そう欲張りますね、ここさん。欲張る。なんでリサちゃんみたいに我慢できないんだ。ナイス、ありがとうございます。なんか良くなってきちゃった。あと一つで終わりなのに。あー、もうバーディー来ないね。全部バーディーみたいなパット、なんか一筋。いや、ほんと入ってるよって感じ。ナイス、はい、強め。さすが、パット超えてくる強さを。今でもライン全然見えなかった。じゃあ最後は、うん、先輩、はい、いや、同い年。はい、失敗があるから次につながる。ミスを喜べるようになって初めての成長ができる。最近刺さる。最近ミスを喜べるようになった私です。喜べてはないけどね、まあいいやって思えるようになった、うんうん、だってそれ怖がってたらさ、そう、こう改善もできないしね、うん、崩れてた時にね、うん、どうにもなんないから。ダメだったけど、なんか分かった気がするみたいなでしょ。なんかいいのあったとか、うん、だからそういうことだよね、うん、青木先輩の上にはね。青木先輩、青木先輩とか純ちゃんみたいになっち
あー、ほんと触れてきたね。めちゃくちゃいいよ今の。よっしょ、触れてる。なんか最近ね、安定して72、74、74、75、81。アンダーはね、ないんです。でもアンダーすぐ出る感じね。ちょっとパターなのよ多分ね、心っちのね、パターがあったらねこれだよね、さっき上げなさすぎて。うん、しっかり上げて、リグ上がり良ければ全て良しよ。いくぞ、最後。あー、強い。下りのスライスが得意なんだって全部じゃん、やったー、ナイスバーディー。てかこれから試合の時とかさ、残りのさ、フック残すのとか、下りのスライス残した方がいいよ、リサちゃん。だってめっちゃ速いもん、下りのスライス。やったー、ナイスバーディー。うんちくばっかり言っちゃった。いやもう完璧だったもん今、タッチといいね、完璧。出たよ。お、なんだ、うん、やべえ、やっと出た。もうなんかずっとね、ナイス、ずっと潜らないでいたから、今日は美味しいお酒が飲めそうです。美味しいお酒が飲めそうです。便乗します私より私を知ってる三枝心さんですある意味コーチストーカーのように言ってる試合の時は下りのスライスにつける。だって下りのスライスのアプローチとか完璧だもん完璧なライン取りするからさ、超安全に下から行ってた今まで、それが違うんだと思うよ。だからショットしたりリザちゃんは絶対突っ込んでって下りのスライス打ったの。はい、はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、今日の風、まあ、私もね、新しいクラブを使ってみたんですけど、リザちゃんももうまあこうなんだろう、全体的にすごい、まあ、見た目も可愛くなって、あのカスタムもできるし、さらにこう最初にも言ったけど、あの構えた時に後ろ側が見えないから、すごいシャープな感じに、ディースって結構フェイスが多かったり、ボテッとしたものが多い中、タラコっぽい感じのね、そうそう、だけどすごくシャープだから、私はこう構えてて構えやすいしいいなって思いました。でリサちゃんもう18年、あ違う、待って12年です。12年増えちゃった。オノフレキ12年です。18年ではない。12年で、私もゴルフもう10年で、5年音楽のアイアンスやってるから、半分長いよね。いや本当安定感といい、
の抜けやすさとかすごい伝わった。めちゃくちゃいいから、うん、本当に皆さん、うん、嘘じゃない、うん、めっちゃいいですから。ラグの抜けやすさとかも圧巻だったもん、あーみたいな。そうそうそう、あのなんだろう、練習場で打つよりコースで打って実感してもらった方が感動は倍、間違いなく。まあ、メンツももう、うん、出て、うん、レディースも時期のはず出てるので、ぜひシダ、はい、してみてください。皆様 YouTube のチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。さらにコメントもね、はい、読んでるよね。読んでる。どしどしください。バイバーイ。またねー。